皆さん、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。だいぶ寒くなってまいりましたですね。はい。えー、今回はこんなようなお話をさせていただきたいと思っております。えー、中国、ちょっと大変厳しい状況が相変わらず続いておりますよね。本編では詳しくお伝えします。あと、今日は今から為替について詳しくお伝えしていきたいと思っております。 ええー、まあ、物の値段がですね、すごい上がっておりますので、まあ、その辺、えー、金貨銀貨等についてもお楽しみにしててください。はい、えー、まずは、為替なんですけれども、えー、予想通りの展開でして、円安が進んでいます。えー、全部の通貨に対して円が弱くなっている状況ですよね。昨日、我々の国の物価が発表になっておりますが、プラス0.1っていうことで、 まあ、アメリカの5.4%上がったり、ヨーロッパの3.4%上がったりしているのに比べると、全く物価が上がってないので、イコール金利も上がってないのが我々の国。他は全部上がっていると。まあ、そんなイメージですね。で、その中でアメリカなんですが、2年国債の利回りが0.45%台に上がってきました。 現在、為替は、どうもこの2年国債とか、まあ5年国債と連動しているように考えられます。はい。えー、ちょっと前まで0.2%ぐらいだったものが、一気に上昇してきている。イコール、債券価格が下がっている。利回りが上がっている。日米金利差が拡大している。まあこういう感じですよね。まあまあ、まさに円安の方向へ向かっています。 まあ、11月3日の FRB のテーパリング、再建を購入する額を減らし始めるっていうのを、マーケットは先に先に折り込んでるわけですね。はい。え、それを受けまして、ベドルはですね、まあ、見事に6年間ぐらいの三角持ち合いを、3月にブレイクし、7ヶ月間ぐらい揉み合ったんですが、今は、 まぁ、あ、114円台後半までいったと。まあちょっと今ね、113円台に戻ってきております。え、これも予想通り、ダブルボトムで、英語の W っていう字のように、まずは125円を目指していくと思います。はい。その先は、もっとこうなるんじゃないでしょうか。え、27年間で見ますと、え、日本の平行線の間を、 円高に向かっていたものが105円ぐらいでブレイクしで、今は揉み合っていたものがさらにまたブレイクしていると。75円のところを中心に左右が対照的な動きになってきてますので、私としては135円にここ2年間ぐらいで向かっていくんじゃないかなというふうに考えております。 さらに、50年間で見た場合は、これ有名なんですけど、8年サイクルという円安が8年ごとにピークをつけるっていうのがデータで出ています。2007年6月124円が75円になった時に、同じ時間で同じ位置に戻ると思いますよっていうふうに、70円台で散々2年間ぐらいお話をし、まあその通り125円に戻っております。 このまま行くと、私としては、まずは150円ぐらいに8年サイクルで2023年後半ぐらい向かっていくんじゃないかなと。さらにその先は250円ぐらいに向かっていくと考えております。はい。で、えー、他の通貨本編でやるんですけど、まあオーストラリアドルだけなんですが、これもこの一定のゾーンをトッ しかし、今は86円台まで瞬間入りましたが、私としてはですね、えー、こういうピークを目指して向かっていくんじゃないかなと思っております。えー、ぜひですね、本格的な円安になってきています。えー、円ばっかりお持ちになっている方にとっては価値が下がる時代に入ってきました。しっかり、資産分散、金融資産の中で35%ぐらいは 外貨建て資産をお持ちになられるといいんじゃないでしょうか。本編ではユーロやポンド等についても詳しくお伝えしてますので、ぜひ参考にしてみてください。引き続きどうぞよろしくお願いします。